フロリアン・ルソーはフランス・オルレアン出身の元自転車競技選手。2000年に開催されたシドニーオリンピックにおいて競輪が初めて種目として採用されたが見事初代王者につく。また、同大会ではローラン・がね、アルノー・トゥルナンと組んだチームスプリントでも金メダルに輝く。また1996年アトランタオリンピックでは1キロメートル。 タイムトライアルにおいて1分02秒712の大会新記録をマークして金メダルを獲得している。世界自転車選手権ではチームスプリントにおいて1997年から2001年までフランスチームが5連覇を飾ったがその間全てで優勝を経験。とりわけ1999年から2001年における第1層、ガネ、第2層、ルソー、 アンカー・トゥルナンという夫人はオリンピックを含めて国際大会ではほぼ無敵を誇った。また、同大会では個人スプリントにおいても1996年から1998年までマーティノ・スタインやイエンス・フィードラー、さらに同胞のガネといった競合を相手にしながらも堂々と3連覇を達成。ちなみに、同大会同士牧の3連覇以上達成は、 中野光一以来のことであった。また 1km タイムトライアルにおいても連覇を果たしており、と合同大会では10個の金メダルを獲得している。ダッシュ力が抜群な上に 1KMTT での強さでもわかるように、トップスピードを維持できる時間が長いことが特徴的な選手であった。しかし2003年以降は、若手の台頭もあって成績が振るわなくなり、 アテネオリンピックの代表メンバーから外されたことを契機に引退。現在はフランス国立スポーツ学院の主席コーチを務めると、共にトラックレース、フランスチームのヘッドコーチを務めている。なお、国際競輪にも参加の経験があり、通算39戦8勝、優勝1回の記録を残している。ありがとうございます。